レタスはね、生よりね、炒めがね、うまいと思う。レタスの焼きうどんって、マジうまいから、これ。どうも、ジェネリックもこみちです。はい、ということでですね、今回は、これなんだっけ、何するの、これ何したらいいの、俺は何を伝えればいいの、料理を伝える。うどんですね。ちょっと春っぽいやつ。春といえば、皆さん何を想像しますか。春といえば、やっぱりレタスですね。レタスはね、夏野菜っていうイメージも強いんですけども、実はね、春先から美味しくいただけるんですよ、レタスって。なので、レタスを食べ尽くしたい、そしてもう飲み尽くしたい。何やんだっけ、焼きうどんです。レタスってね、火通すともちゃもちゃうまいんですよ。なので、今回はね、レタスと鶏ひき肉とうどんでですね、最高に美味しいね、塩レタス焼きうどん作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料紹介いきます。まずね、レタスです。大体 100g ぐらい、大きい玉のレタスの4分の1だと大体 100g で、今回レタスを、ね、たっぷりいただきます。ジューシー。鶏ひき肉です。胸の鶏ひき肉ですね、これね。鶏ひき肉でもいいですし、豚ひき肉でもね、合いびき肉とかでも美味しいです。とにかくひき肉を用意して、今回ね、鶏ひき肉用意しました。ニンニク1かけ、冷凍うどんです。筆うどんでもいいんですけど、僕ね、冷凍うどん、なぜかというと保存期間がね、長いんで、いつでも常備しておけるんでね。他の材料はね、概要欄ですよ。ということで、久しぶり。禁酒、禁酒する、飲みます。禁酒してもいいよ、全然、たまには。でも禁酒できてないじゃん、飲んでるじゃん。1本目と2本でも飲んでるじゃん。飲んでる、飲んでるじゃん、ね、今から禁酒してどうすんの。俺は飲酒王になるってばよ。はい、じゃあやっていきます。超早くできちゃうから。冷凍うどんなんですけども、まずこれ解凍しておきます。レンジで大体ね、3分50秒ぐらいだったかな。まあ、とりあえずほぐれればいいので、これやっていきます。その間にもう下準備をしていく。チューブでもいいんですよ、チューブでもいいんだけど、僕は生のニンニク、生のニンニクとチューブのニンニクがね、いちごといちご味ぐらい違うんで、これはね、ちょっと粗みじんな感じにしていこうかな。粗みじんにしましょう。ニンニクの香ばしさで、香ばしハイボール、ガーリックハイボールになります。ごま油ね、火つけたフライパンにごま油で小さじ2、これぐらいかな。ここにニンニクをね、入れていきます。はい、でごま油でニンニクを炒めて、最強の調味料を作り上げていきますね。ひき肉、これをね、パコンと入れていきます。そしてここに塩コショウ、今回胸肉なんで、すごいヘルシーなんですね。じゃあここに入れていきます。軽くね、炒めるんですよ。大さじ1半です。これさ、大体の味付け、これリンリンです。リンリン、リンリン、小さじ2いきます。お酒大さじ1。はい、まあもう塩味の味付けですね。前も食えたらそれでよくね。ちょっと煮詰めたら、ここでレタスですよ。ちょっとちぎっちゃった。ちぎりレタス、レタスはね、最後に入れた方が食感がね、残りますから。レタスはね、生よりね、炒めがね、うまいと思う。やっぱりしなしなとシャキッとした間、冷静と情熱の間を食べる。すぐね、レタスはね、しなるんですよ。レタスの焼きうどんって、マジうまいから、これ。よし、盛り付け。じゃあ盛り付けていきます。レタスのね、サケット感を、なんつったらいいの、そうでしょ、みんなも。そんなんもう、そんなんばっかですよ。おい、スパイスですよ。なんでこれ今作ったんですか。酒のつまみにするために作った、これ。あの油を、振りかけることにより、美味しさが増す感じがします。塩レタス焼きうどん、完成です。それでは食べていきたいと思います。いただきます。レモンサワーでしょ、これ。レモンサワーでございます。はい、じゃあ、いただきます。あー、なるほど。うん、あ、なる、うん、なるほど。これレモンサワーを飲むために開発した、これ。それぐらいレモンサワーに合うんですけど、これめちゃめちゃうまいね、これね。レタスと焼きうどんってすごい相性いい。さっぱり食べられる。ニンニクの香りパンチもあるんだけど、爽やかなうどん、これはいいね。レモン汁も絶対合いますよ、これ。ダブルレモンで飲む。
レモン4日はこれ豚ひき肉でもいいって言ったけど、鶏ひき肉のあっさりさをちょっと体験していただきたい。ニンニク、ごま油と白だしを使ってればね、何でも美味しいから。次なんだっけ、フライドエッグ丼。フライドエッグ丼俺できる。なんで最後にしたの。最後する言うたんや。この動画を見た人たちはもう多分そこの後に絶対フライドエッグ丼を見ると思うから、フライドエッグ丼が成功したかどうか見たい方は次の動画見てください。本当楽しいね、 YouTube はね。いや、よかったよかった。はい、じゃあカット。しなっとしつつシャキシャキなレタスがさ、もう本当にあれみたいだよね、うん、なんていうのかな、こうなんか緑化委員会みたいな感じがする。もういいっすか。もう大丈夫だ。もう大丈夫。なんか、俺何を言ってるか全然わからない。自分で。